悪いな、待たせたか。桐生の兄貴、すんません。頭、しこたま飲んじまって。これでも達川のこと可愛がってたんすよね。俺だって酔いたかったのに、先に酔っ払われちゃいましたよ。ああ、まあお前らの気持ちは分かってるんだが、5万だぞ、その酒は。一本5万はする酒だ。ちょ、え、それじゃ50万。だからもうやめた方がいいって言ったのに。頭、ちょっと起きろよ。おい、なんじゃ。ユウタ踊れ、なんでもっと早う止めんのじゃ、バカだれ。立川なんぞのために50万も。まあつけにしてもらったんすから、後で何とかするしかないでしょう。それより今はアジア街のことですね、え桐生の兄貴。ああ、もう目は覚めたのか、南雲。当たり前じゃい。これから殴り込みっちゅう時に、いつまでも寝ぼけとるわしやなあですわ。しかし韓国人のホストとやりようたと思うたら、今度は中国マフィアのアジトに殴り込みとは。ええですな、兄貴は。毎度喧嘩の種がようけ転がっとりますわ。けどその連中、達川はあんな殺し方した組織なんすよね。こっそり忍び込むっつっても本当に大丈夫なんすか。バカだれ、我は何しにカムロ町を組んでる目で出てきたんじゃ。こういう時のために体張りに来たんじゃろうが。あ、いや、無理はしなくていい。確かに命がけだ。相手は殺しをへとも思ってねえ連中だからな。ほいじゃけど、わしらにとっても達川の弔い合戦ですけ。お前もええ加減腹くくれや、ユタ。へいへい、キリュウの兄貴、それじゃもう出るんだ。そうだな、そろそろアジア街に行こう。おっしゃ、地獄の果てまでお供しますわ、キリュウの兄貴。改めて、秋山です。キリュウさん、そちらの二人が広島。ああ、広瀬一家の若頭南雲と若衆の雄太、ハルトの父親だった達川も前は広瀬一家の組員だったんだ。南雲じゃ。宇佐美雄太です。秋山さんのことは桐生の兄貴から聞きました。前はカムロ町の金貸しっちゅうことでしたの。前はね、今はまたホームレスに逆戻りでして。それより江戸の店に忍び込む作戦ですけど、まずはこの建物から入り込みます。いくつか建物の中を突っ切って、さっきの江戸の店の3階あたりの窓から忍び込んでくってのは俺の考えです。うまくやればほとんど中国人マフィアとやり合わずに江戸のところへ行ける。その江戸っちゅう中国人は今ちゃんと店におるんか。大抵はね、もしいなければ江戸が店に戻ってくるので、こっそり建物の中に隠れて待ちます。できたら願い下げな状況っすね、それ。同感だね。他にもやりようはあるんだろうが構わない。今とにかく江戸と話さえできりゃそれでいい。それじゃ行くか、秋山。ええ、あ、そうだ、これ渡すのを忘れてました。ん？東上会の元四代目が西洋会に忍び込んだとなると騒ぎになりますから、気休めかもしれませんけど、いいでしょう、これ。またこれをかぶることになるとはな。みんな考えることは同じなんすね。まず俺と桐生さんで先行して屋上へ行きます。それまでは南雲さんと雄太君はここで待機してください。さすがに4人全員で動くとバレちゃいますからね。屋上に着いたらロープを垂らしますんで、それを伝って登ってきてください。わかった。了解です。じゃあ早速行きましょうか。物音を立てずに静かにお願いしますよ。
さて、招いた覚えのない客だ。何者かな？俺が誰なのか、なんとなく想像はついてるんじゃねえのか。まさかとは思ってたが、その声はやはり。桐生一馬。道島の竜だ。俺を歓迎しろとは言わねえが、あんたには聞きてえことがある。相手してもらおうか。聞きたいこと？辰川って男のことだ。あんたら西洋会に出入りしていた情報や奴を殺したのはお前らなんだろう。我々と言いますか、辰川を殺したのはこの私だよ。なぜ辰川を殺した？聞きたいことというのはそのことか。しかし、あなたに何の関係が？俺の質問が先だ。辰川のことはあなたにとやかく言われる筋合いではない。彼は西洋会を裏切った。辰川を殺した理由は組織の掟に従ったまでのこと。ケリュさんはヘイハイツという言葉をご存知かな？ヘイハイツ。中国の一人っ子政策を逃れて生まれてきた子供たちのことでね。彼らは戸籍を持たず、国家の管理も届かない闇の子供たち。しかしそのために最低限の生活すら国家に保障されない哀れな存在だ。一説によればその数は数億人。辰川という男はそのヘイハイツの一人だった。中国人だったってことか。西洋会は多くの兵配置を日本にかくまい、戸籍を与えて救ってやっている。辰川が余命連合会の極道になったのもいつか我々の役に立つため。しかしあの男は子供の頃に受けた恩を忘れ、組織を裏切った。その時から彼は我々の制裁を恐れていたはずだ。つまりは自業自得。辰川がお前らにしでかした裏切りってのは何だ？さて、それこそあなたにお話しする義理はないね。どうしても聞きたければあの世で辰川から直接聞くといい。この私が辰川のもとへご案内して差し上げよう。桐生一馬、ここがお前の墓場だ。フレッフレッフレッ。
程度か。忘れちゃ困りますぜ。ケーラ兄貴、助け立ちします。おお、これは久しぶりにいい。こう、サメチナ、サタはジャイアンでチュール。キリュウの兄貴、こいつがエド。はあ、タツカを殺したのもこの男だ。エド、話してもらおうか。タツカワってのはどういう男なんだ。なぜあいつを殺した。タツカがお前らにした裏切りってのは何だ。往生際が悪いぜ。答えろ。お前らはいつか必ず殺す。その前に俺がぶっ殺してやろうか。ありゃ、マスゾエか。マスゾエ。キリュウの兄貴、オドレラ、ようやってくれたの。たった4人でアジア街を引っかき回してくれよった。どうなってる。なんでお前がこんなところに。陽明連合会の幹部が中国マフィアとグルなのか。陽明連合会は広島で東条会と杯を進めてんだろ。なる。東条会と戦争してる中国マフィアはお前らにとっても敵のはずだ。俺には陽明連合会なんてどうでもいい。ちょうど潮時だな。何。俺はな、キリュウさん、中身は生粋の中国マフィア、最初から西洋界の人間なんだよ。なんだと。それじゃお前も達川と同じってことか。達川。達川は中国人のヘイハイスとかいう生まれだったって話だ。そして子供の頃から日本人になりすましていた。ああ、確かにそこまでは同じだよ。ただ俺は達川と違って西洋界を裏切りはしない。お前らは一体何なんだ。広島で何をしていた。この状況であんたが質問できる立場か。お前らこそ何のつもりだ。このアジア街に殴り込んだ理由は何だ。今すぐ全員で死ぬつもりがないならそっちから答えてもらおうか。お前らが達川を殺した理由を聞きに来た。達川があんたに何の関係がある。達川は広島で沢村遥かって娘に春人っていう赤ん坊を産ませてカムロ町に姿を消した。遥かは俺にとって娘も同然だ。沢村遥かがあんたの。そうか。それじゃあ尾道であんたと一緒にいたあの赤ん坊が。マスゾエ、早くこいつらを撃て。何をもついぶっている。落ち着いてくださいよ、江戸さん。ボスが来てます。何？ボスが。なんでわざわざこんなところへ。私は西洋海総帥の
ローというものだ。あんたが中国マフィアの頭ってわけか。ああ、そちらのことは増添から聞いている。桐生さんは日本中のヤクザから一目置かれている人物だと。堂島の竜と言ったか。そんな男が尾道の田舎町に何の用があったのか興味深く思っていた。毕竟那伟大的土地，深藏着不能被人知道的秘密。嗯？何？把枪放下来。桐生さん。私たちの出会いの形は決していいものではなかった。だがお互いメリットのある関係を築けるはずだ。もう一度頭を冷やしてから改めて席を用意したい。明日の夜、私とあなたの二人だけで、そこであなたの知りたいことのいくつかには答えよう。俺には悪くない話だ。だが、それであんたには何の得がある？まず、私の持つこの店をあんたたちの血で汚さずに済む。そしてもう一つ。我々は今、東城会との構想を抱えているが、その裏に陽明連合会もついていることを承知している。桐生さんはその両組織のトップと対等に口を聞けるという。私がもてなす価値は十分にある。私の招待を受けてくれるか。はあ、分かった。いいだろう。明日の場所は桃源郷ってソープだった廃墟ビルだ。ただしボスが招待しているのはあんた一人だ、桐生さん。いやようわしら生きて返されましたの。ほんま、なんで中国人たちはわしらを殺さんかったんじゃ。同感。もしかして増添ってさっきの広島ヤクザいい人だったりする？いや、それはないわ。嫌味なやつじゃけ、わしは今まで散々な目に遭うとる。ほいじゃが、あの増添が中国人だったとはの。ヘイハイツとか言うとりましたか。タツカといい増添といい、一体どうなっとるんじゃ。ヘイハイツって何なんです？中国の一人っ子政策を守らないで生まれた子供たちってことらしい。エドはそう言っていた。ああ、聞いたことありますね。一人っ子政策って二人以上子供を産んだ親に重い罰金がかけられたりするんです。でも中国の田舎の農家なんかじゃ人手が足りないっつってこっそり2人3人って産んじゃうんですよ。ところが生まれた子を役所に届けてないもんだから戸籍も何もない。だから彼らは教育も社会福祉も医療も受けられない。あんた物知りじゃの。さすが東京もんじゃ。採用会はそのヘイハイツって戸籍難民を
日本に密入国させてたってわけか。多分戸籍も偽造してやったりして日本人になりすまさせてたんでしょう。なんだろう、ヒューマンロンダリングとでも言うんでしょうかね。広島にはそのロンダリングされた中国人がゴロゴロいるのか。今までそんな話聞いたことないですけど。でも実際陽明連合会の中に達川と舛添の二人も紛れ込んでたんですよね。それが中国マフィアのスパイとして送り込まれてたわけですか。西洋会と陽明連合会ってのは何かつながりがあるんですか。わしらが知っとるわけないわ。わしらは所詮陽明連合会の末端の枝じゃけ。俺らは達川を追ってきただけなのに、なんか妙なもん釣り上げちまったってことか。キリュウさん、明日本気で牢の誘いを受ける気ですか。ああ、達川のことを聞き出すためだ。あいつが中国マフィアに殺された理由が何なのかわからない限り、遥の事故がただの事故だったとは言い切れない。もし誰かが意図的にやったことだとすれば、遥がまた襲われる可能性だってある。確かに。なるほど、そういうことっすか。ほいじゃが、兄貴たった一人で大丈夫かいの。さっきあの場で殺されなかったんだ。明日俺が行ったところで命まで取る気はねえんだろう。牢が俺にどう出てくるつもりかは知らねえが、誘いを断る理由はねえ。わしらも行きたいとこですがの。達川と舛添のことといい、あの中国マフィアは広島にも何ぞ一物持っとるようじゃけえの。あ、それで思い出したんですけど、牢が舛添に何か中国語でつぶやいてたの覚えてます。ん？俺達川から中国語を教わってたんで大体の意味は分かったんす。堂島の竜と言ったか。そんな男が尾道の田舎町に何の用があったのか興味深く思っていた。毕竟那伟大的土地生长着不能被人知道的秘密。何？ローのあの中国語は何て言ってたんだ。あいつはこう言ってたんです。あの尾道の土地には決して起こしてはならない秘密が眠っているからな。決して起こしてはならない尾道の秘密。